原塚側と相秋さん側の遺族側のちょっと平行線に辿ってるんですよね、話し合いがね。遺族代理人のコメント、これ全文ってのがあるんですけどね。12月19日、東京にて阪急劇団側代理人と当職ら遺族代理人で2回目の面談交渉を行いました。2、この交渉に先立って劇団ホームページから大江橋事務所調査チーム作成報告書が削除されました。遺族側は同報告書の内容につき、調査チームの独立性、外部性に疑義があること、被害者に対するハラスメントを全て否定し、遺族の心情を著しく害するものであることなどの理由から、かねてよりホームページからの削除を劇団側に要請していた次第ですと。3、今回の面談交渉では12月5日付、遺族側意見書に対し阪急劇団側から現時点での意見書が述べられました。その内容は、阪急劇団側の従来からの姿勢、すなわち前期報告書に基づき本件に対処するとの姿勢を改め、遺族側意見書の内容を踏まえ、同報告書の内容に関わらず事実関係と評価を再検討しているとの考えですと。遺族側としては、阪急グループ阪急劇団側が今後遺族の主張心情を一層理解の上、本件の正しい解決に向けて努力することを重ねて要請をしたと。要請したってことね。4、次回の面談交渉の時期は未定ですが、遅くとも1月半ばには実施する見通しです。以上と。劇団側は、この度宝塚歌劇団空組の旧姓の救済を受け、ご遺族の皆様には心よりお詫び申し上げます。12月19日火曜日に当方代理人を通じ、今回の件に対する、ご遺族代理人と2回目のお話をさせていただきました。平壇としました。11月10日に受領した、調査報告書の内容のみにとどまることはなく、ご遺族代理人からの意見書や12月7日に行われたご遺族代理人の会見の内容とも踏まえ、事実関係の精査等を行った上で現時点の見解をお伝えし、一定のご理解をいただくことができたと考えております。引き続き遺族のお気持ちやお考えを真摯に受け止め、誠実に協議してまいりたいと考えております。どうするんですかね、これ。ちょっと答えがまだ見えてないですよ。僕はちょっと思うのは、有明さんの妹さんのね、双子の妹さんの市川王さんってね、今休んでらっしゃいますよね。この方は雪組の方ですよね。綾風咲菜さんがトップを率いる雪組の中堅どころっていうことなんですかね、この方はね。今休んでますよね。まあ休むだろうなと。遺族側は休ませるだろうなと思うんですけど、まあ忘れてはいけないのは、この方もご遺族だっていうことですよ。うん。市川さんは、まだ、所属は宝塚の人ではありますが、両方ですよ。宝塚の一員であり、ご遺族であるんですよね。まあ、僕は辞めると思いますけどね、この方はね。さすがにね、こう、ショックすぎるし、親御さんも許せないでしょ。この、ね、宝塚の対応以下、まだはっきりしてないけど、今のところこんな対応だったら普通はいさせられないですよね。自分の大事な娘が一人亡くなってますから、ね。どっかで大逆転して誠意のある対応をするのかどうかわかりませんが、まあこのまんま、のらりくらりとしているような場所にはね、残りの遺族、ご遺族の一員として市川さんはいられないでしょうと思いますよね。いさせないでしょうねと。ってなった場合、まあ、一番鍵になってくるんじゃないかなと思うんですよね。まだ宝塚の一員ということで、話は何もしてないですよね、この件に関してね。喋ることはしてない。でも、もし辞めたってなると、いろんなことをご存知だと思うんですよ。当然、宝塚の人だし、しかも、組は違えど、家に帰れば一緒なんでしょ、多分。やはり、秋さん自宅から通ってたんですよね。市川さんも、ってことは、一緒に帰って、家の中に行って、話もするでしょ、さすがに、それは。一番ね、気持ちがわかる人だと思うんですよ。まあ、姉妹だし、一番、ね、境遇がわかるというか、親よりもわかるじゃないですか、内情をね。ってことは、まあ、一部始終全部知ってんのは僕は市川さんだと思うんですよ。だからこそ、両親も、遺族側の代理人、弁護士さんも、まあ、市川さんの意見は、かなり聞いてるんだと思うんですよね。こんなことがあった、あんなことがあった。しかもそれは明確な証言だと思うんですよ。あの人が
パワハラをしてた、この人だった、この人とこの人だとか、それぐらいしっかりとしたものがあるからこそ、引かないんだと思うんですよね。親御さんたちはね、確固たる証拠的なものを持ってんだと思うんですよ。で、そこは、僕は案外遺族側の強みだとも思ってるんですけども、で、辞めた場合、それが僕は一気に明らかになる気がするんですよね。市川さんが全てを話しせば、まあ一発で蹴りがつくんじゃないのかなっていうね。まあそうなった場合、もう、何ですかね、文春だったり新潮だったり週刊誌レベルではなくリアルな声がそこに出てくるわけじゃないですか。いや、宝塚はかなりやばい状況になってくるんじゃないのかなと。大打撃を受けるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そうなる前に僕は宝塚側として何らかの誠意ある対応を、もっとね、誠意のある謝罪ですよね。真実を知ってる遺族側に対して、ちゃんと納得いくような説明をして、それは遺族だけじゃなく、ちゃんと世間に対して、ここまで大騒ぎになっているので、説明すること。まあ、それによってどう改善していくかっていうところを遺族側は知りたいんでしょうから、そこを見せるべきなんじゃないかなと。まあ、本当に鍵になるのはこの市川王さんだなというふうに思ったりしてます。